どうも、こんにちは。クラスメソッドの大沢です。この動画はですね、デベロッパー材料2020コネクトをアプリから集まるイベントデータのリアルタイムデータ処理入門についてお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。はい。まずは自己紹介させてください。クラスメソッド株式会社 CX 事業本部、西日本チームサーバーサイドエンジニアの大沢です。よろしくお願いいたします。2020年の3月までは、同じ会社の別部署、データアナリティクス事業本部に所属しておりまして、機械学習システムの開発を主に行っておりましたが、その中でですね、機械学習やデータを使うことでですね、よりアプリケーションの表現力を増やすことは可能になるんですが、ただそれだけではダメで、機械学習やデータを使ってどのように表現して、どのような体験を作るかっていうところの方がより重要なんじゃないかというふうに考えるようになりました。そこでですね、この4月から CX 事業本部に転部いたしまして、機械学習やデータとアプリケーション、それぞれ相互作用を生かしたアプリケーションの開発を切るようにと、現在はアプリケーション開発に注力しております。はい。アプリとデータ、それぞれ相互作用について考える中で、リアルタイムデータ処理っていうのが便利っていう、なんというか、モヤモヤとしたイメージが出てきました。が、それと同時にですね、便利そうやけども、なんか面倒くさそうな雰囲気もあるなっていうところも思いました。なのでですね、リアルタイムデータ処理、どう便利そうで、どう面倒くさいのかっていうところについて、調べてみようっていうのが今回の動機になります。で、今回はこういった流れで進めさせていただきます。では、まずはじめに、リアルタイムデータ処理がどう便利そうなのかっていうところを見ていきまして、リアルタイムデータ処理のどこが難しいのかといった概念や独特な用語についていきます。で、AWS でリアルタイムデータ処理を実現するにあたって利用できるサービスで、それらの活用例について見ていきます。はい。では、どう便利そうなのかというところですが、まずはレコメンドで考えてみましょう。はい。というわけでですね、スマホや PC 上で稼働するアプリケーションにおけるレコメンドについて、具体的な構成を出してみて考えていきたいと思います。一般的なアプリケーションはですね、ユーザーが様々な操作を行うことが可能かと思うんですけども、また操作をですね、イベントという形でデータを収集しまして、イベントデータを元にしてレコメンドを作成し、そのレコメンド内容をアプリケーション内でユーザーに掲示するといったことが可能になります。この構成ではですね、アプリケーションから発行されたイベントは、Kinesis Data Streams という AWS のストリームサービスに送られ、キューイングします。このストリームサービスはですね、イベントが大量に送られてきてもですね、スケールし対応可能なサーバーレスサービスになっています。で、その Kinesis Data Streams で収集したイベントをですね、Kinesis Data Firehose や Lambda で参照し、それぞれの処理を行います。Kinesis Data Firehose はですね、S3 にイベントの生データとして保存しておきますと。で、Lambda はですね、Kinesis Data Streams から収集したイベントをパーソナライズに、リアルタイムにイベントを渡して蓄積していきますと。パーソナライズは AWS のサービスで、イベントデータを蓄積することで、そのイベントデータを元にしたレコメンドを行うことが可能なサービスです。で、また、API 機能もあるため、API サーバーからリクエストがあれば、そのユーザーに応じたレコメンドを返すことが可能ですと。ただ、イベントをリアルタイムで収集するだけだと、レコメンド品質が落ちてしまうので、定期的にクラウドウォッチイベントでラムダを適時実行し、蓄積されたイベントをフルで使ってソリューションを再作成するといったことも必要になりますと。S3 にイベントの生データを保存しているんですが、こちらはですね、パーソナライズに蓄積されたイベントは、後から他のサービスから参照することができないため、分析等で何か使う必要があった時のために S3 に保存しておきます。今回見てみた構成の特徴といたしましては、イベントを収集し、イベントを元にしたレコメンドが可能でした。ユーザーによる操作イベントがレコメンドに反映されるのはほぼリアルタイムになりますと。なので、ユーザーはですね、何かしら操作を行ったら、それに応じてまた新たな選択肢を発見することができるという感じです。で、またですね、レコメンドエンジンを定期的に更新するので、全イベントデータを使ったモデルの再学習が行われ、レコメンド品質の維持も可能になります。はい。で、先ほど見たレコメンドというケースは、一つの例でしかないんですが、多くのケースにおいてリアルタイム性を求められることっていうのはあまりないかと思います。ですが、リアルタイムデータ処理によってですね、分析、アプリケーション改善の速度がアップしたり、アプリケーションでの表現利用するデータ処理や更新の速度でアップしますと。で、さらにレコメンドのような新しい機能や表現が可能になります。結果的にユーザー体験の向上につながりますので、アプリの品質アップにつながって、アプリ利用者数の増加にもなるかと思います。なので、少し大変かもしれないけれども、一回は試してみる価値っていうのはありそうじゃないでしょうか。
というわけで、まずはちょっとリアルタイムデータ処理に対して、なんか、もわもわもわとあるような不安を解消するために、リアルタイムデータ処理をより具体化して見ていきたいと思います。用語と概念です。まず、そもそもリアルタイムデータ処理とはというところなんですが、まあ、リアルタイムでデータを処理すること、そのまんまですね。で、一般にこのリアルタイムでデータを処理することなんですが、まあ、流れてくるデータを処理するということで、ストリーム処理という、に呼ばれております。で、データ処理の種類なんですが、主にバッチ処理とストリーム処理に分かれておりまして、まあ、塊として保存されているデータへの処理、ストリーム処理は、まあ、終わりなく流れてくるデータへの処理といった形で分かれております。そうですね、有限のデータに対する処理と無限のデータに対する処理といった形での区別もされることがあります。より理解を深めるためにイメージで見ていくと、バッチ処理の場合だと、ある一つの定まったファイルがあって、それを処理して、それを別に書き出すといった流れですね。で、ストリーム処理の場合だと、特定のストリームに対して処理を行うわけなんですが、ストリームというのはですね、データが止めどなく流れてくるので、どこまで思って処理を行うかっていうのは、範囲を定める必要が出てきますと。どんどんデータが流れてくるので、もう終わりがなく、まあ、無限にデータがある状態になります。で、処理後の部分についてもですね、まあ、逐次処理を実行していくことになるので、処理した結果がどんどん流れていくという感じになります。まあ、アプリケーションを止めることによってデータに終わりが来ますが、止めない限りは終わりが来ないので、まあ、まとめて処理する場合には範囲を定める必要がありますよという形です。はい、ストリーム処理の要素としては、こういった形で見ることができまして、結構分けてプロデューサー、ストリーム、しかブローカーとコンシューマーに分かれております。先ほどの例だと、アプリケーションの部分が、プロデューサー、イベントを生成する箇所、プロデューサーからデータを取得して保持するところ、キネシスデータストリームがこのストリームに対しますと、コンシューマーの部分ですね、パーソナライズや、キネシスデータファイルホストの部分がコンシューマーになるかと思います。キネシスデータストリームズはですね、データをどんどん蓄積する部分になりますので、ストリームというふうにも捉えることができますと。データを処理する部分については、オペレーターというんですが、そのオペレーターを中心に見ていくと、こういった形で、表現されることがわかりますと。まずは処理する対象ということで、ソースですね。ソースストリームのデータを流すところで、そのオペレーターですね、ソースからデータを取得して処理するオペレーター。で、処理したデータが流され蓄積されるシンクといった形で分かれております。ちなみにですね、こういった、ストリームベース、プロデューサー、ストリーム、コンシューマー、もしくは、ソース、オペレーター、シンクというのは、この後の説明ですね、使っていくので、ちょっとぜひ、はい、ここで覚えておいていただければと思います。はい。で、代表的なソースなんですが、Apache Kafka や Kinesis Data Streams、Firehose、で、GCP であれば Google Cloud PubSub などが有名なものなんじゃないかなと思います。で、シンクとしてはですね、Kafka や Elasticsearch、Kinesis Data Streams や Firehose、Amazon S3 Cloud PubSub などがありますと感じです。で、オペレーター、プラットフォームとしては Flink や Spark とか、いろいろなものがあったりはしますが、ここではちょっと具体的な処理の部分にフォーカスして紹介します。で、代表的なものとしてはですね、マップやフィルター、ウィンドウで具体的に見ていくとですね、マップというのは各レコードごとに処理するもの。で、フィルターというのは各レコードごとに内容に応じた絞り込みを行いますと。例えば、X というデータがあった場合、X の値に応じて、絞り込みを行うんですが、X が1以上であれば、そのままデータを流して、1未満であれば、データをそこで流さないみたいなことです、感じです。このウィンドウはですね、レコードが持っている時間というデータに応じてですね、ストリーム内のレコードをグループ化する処理になりまして、集計等を行うですね、他のオペレーターと併用されます。で、オペレーターの種類なんですけども、大きく分けてステートレスとステートフルのものに分かれておりまして、レコードごとに処理するものをステートレスと言います。先ほどのマップやフィルターですね。で、ステートフルというのは、レコードの内容をもとに複数のレコードをグループ化して処理しますと。なので、先ほどウィンドウが挙げられます。こちらのステートフルのものが、ストリーム処理で、より複雑な何かしらの処理を行う際には、そういったステートフルのものを活用して実現できるかと思います。よりちょっとイメージしやすいように図で出してみると、こういった形ですね。ソースに流れてくるデータがバーッと逐次流れてくるわけなんですが、ステートレスの場合だと、順番にバーッとこういった形で流れていきますと。で、ステートフルの場合はですね、こういった形で他のものが順番に範囲を取って、その範囲に対して処理を行う形でなっていますと。はい。というわけでですね、
先ほどの、ウィンドウの中です。特定の時間に応じてウィンドウを作るといったものなんですが、まあ、その時間というのは、まあ、3種類あります。まずはイベント時間ですね。イベントが実際に発生した時間。で、2つ目は注入時間。ソースに読み込まれた時間。で、処理時間。で、オペレーターで処理された時間を指しております。で、こういった形で表現できるかと思いまして、プロデューサーによってイベントが作られた際にイベント時間が設定されて、そのイベントがストリームに入ると注入時間が設定されます。ストリームのイベントがオペレーターに渡されることで、そこで処理時間が設定されるといった形です。実際にはですね、ウィンドウで処理する際には、イベント時間を基準に処理されることが多いかと思うんですが、イベント時間と注入時間っていうのは、プロデューサーからストリームへ渡る時間、ギャップがあるので、必ずしもイベント時間でウィンドウを作ろうとすると、注入時間とイベント時間プラス5秒の範囲でウィンドウを作ったとしても、必ずその順番でイベントがやってくるわけではないということですね。なので、それぞれイベント時間、注入時間という形で分けられていると。で、そういったイベント順序や、ラグといったものを対処するために、このウォーターマークといったものがありまして、その注入時間とイベント時間の遅延が発生した際にですね、どこまでウィンドウ処理で行う際に待機するかといったものがウォーターマークになりますと。なので、このウォーターマークを、長くすればするほどですね、より多くのレコードをカバーすることが可能になるんですが、一方で後続の処理が遅くなってしまうので、まあ、そこはトレードオフの関係にあると。どこまでリアルタイムにするべきか、どこまでレコードをカバーするべきか、遅延を考慮するかといったトレードオフになるかと思います。で、一方でもう一つ、チェックポイントっていう用語があるんですが、これはステートフルと関係なくてですね、特定のオペレーターに対してストリーム内で処理をどこまで行ったかっていうのをチェックポイントといった形で表現されます。ここで2つ出したのはですね、よくウォーターマークにしてもチェックポイントにしてもですね、オペレーターの処理をどこまで行ったかっていう表現でよく使われることがあるんですが、まあ、それぞれ違う意味、実際に違う意味になるのでですね、個人的に混乱したため、ここで紹介させていただきました。はい。続いて、ストリーム処理の中で割と重要になるのが、レコードの処理回数の保証についてですと、ストリーム処理データが流れてきたものに対して、流れてきたデータを処理することになるのでですね、必ず一回だけ処理されるように担保するのかなり難しいロジックになるかと思うんですね。まあ、それでも、いろいろなプラットフォームで独自のロジックを構築して、必ず一回だけ処理されるようにみたいな形でなっているものも多くあります。一方で、そのレコードの処理回数を一回に担保することで、処理の時間が伸びてしまう可能性もあると。なので、よりリアルタイムにするために、アットリストワンスなど、必ず1回は処理されるけど、2回、3回と処理される可能性もあるよ、みたいな形で、少し緩くすることで、リアルタイム処理の遅延を短くするといった工夫等もされています。これはエグザクトリーワンスが必ず1回だけ、アットリストワンスが今のように少なくとも1回だけ処理されるに対して、アットモストワンスっていうのもありましてですね、各レコードは最大1回のみ処理される場合もありますと。この場合ですと、1回は処理されるけど、処理されない可能性もあるので、まあ、要件に応じてこれで大丈夫かというところは必ず確認が必要になりますと。なのでですね、プラットフォームや処理によって、まあ、こういった処理回数の保証っていうのは変わってきますと。なのでやりたいこと、要件に応じてですね、処理回数で問題ないかどうかっていうのは確認が必要になるので、注意しましょう。はい、これまでの、説明でですね、リアルタイムデータ処理そのものについてはなんとなくイメージが深まってきたかと思いますので、まあ、それをどのようにですね、実現できるのか、AWS のサービスそれぞれ見ていくことでイメージを持っていただければと思います。はい。まずは、キネシスデータストリームズはですね、冒頭のレコメンドの構成例でも使わせていただいたんですが、プロデューサーから発行されたイベントをキューイングするサーバレスなストリームサービスになっていますと。サーバレスなので、サーバー等を管理する必要はなく、簡単に使えるストリームサービスになっております。キネシスデータファイアホースもですね、キネシスデータストリームズと同様に、ストリームの役割を担っているんですが、ストリームの役割に加えてですね、コンシューマーやオペレーターという形で、データをシンクに書き出す処理を担っております。シンクはですね、S3、レッドシフト、イラスティックサーチサービス、スプランクに対応しておりまして、書き出す処理を実装することなく、これらのシンクサービスに対してデータを流すことが可能です。ただデータを流すだけではなくてですね、途中にラムダを挟むことで、ラムダで
各レコードに対してデータ変換を行った上でデータを書き出すことも可能です。はい、続いてキネスデータアナリティクスですと。キネスデータアナリティクスはですね、ソースストリーム、そしてキネスデータストリーム、もしくはファイアホースを使うことができ、そこから取得したデータをですね、処理を行うオペレーターの役割を担うサービスですと。こちらはですね、SQL ベースのストリーム処理アプリケーション、もしくはタッチフリンクベースの Java アプリケーションを実行することが可能ですと。タッチフリンクはですね、ストリーム処理を行う上で、かなり幅広いことが可能なソフトウェアになっておりますので、そのフリンクの自由な操作を可能にするオペレーターのサービスになっております。はい、続いて、Glue のスパークストリーミングジョブタイプです。こちらはですね、ソースストリームにキネシスデータストリーム、もしくは Firehose と、あとカフカでのストリームを対応しております。で、そのストリームから流れてきたイベントデータを処理するオペレーターの役割を担ったサービスですと。で、なので、キネシスデータアナリティクスと似てはいるんですが、こちらの Glue のスパークストリーミングジョブタイプですね、名前の通りですね、スパークストリーミングに対応したものです。なので、スパークストリームをベースにした Python、もしくは Java アプリケーションを実行することが可能です。で、スパークはですね、バッチ処理等でもともと使われている方も多いかと思いますので、もしそういった場合はですね、そのまま似たシンタックスでストリーミング処理も書くことができます。AWSのサービスの紹介はここで以上になるんですが、他にも AWSのサービスでストリームデータ処理に活用できるものはあるんですが、この4つのみ紹介してサービスの紹介を終わりにします。で、続いて、はい、ストリームデータ処理の活用例ですね。こちらレコメンドなんですが、冒頭で紹介したものと同様のものになります。アプリケーションからイベントをキネスデータストリームズに流しまして、そのイベントをラムダやキネスデータ、ファイアホースで取得し、ファイアホースは S2 に書き出すといった形です。で、ラムダについてなんですが、ラムダはキネスデータストリームズと連携しておりまして、設定した時間間隔、もしくは最大レコード数に応じてですね、自動的にレコードをまとめて取得して、それをまとめて処理するといったことが可能になりますと。まあ、本来であればこういった処理をですね、専用のライブラリ等を使って実装する必要があるんですが、まあ、そういったものはする必要なく、アプリケーションのロジック部に集中することができます。便利ですね。で、パーソナライズ、さらっと冒頭で紹介させていただいたんですけど、パーソナライズは Amazon のレコメンドロジックを使った、レコメンドエンジンのサービスになります。イベントデータを蓄積して、それによってソリューションを作成することによってですね、レコメンドを作成することが可能ですと。また、リアルタイムにイベントを取り込むことでですね、それをレコメンド内容に反映することも可能になります。なので、こういったメッセージ等のリアルタイムデータ処理アーキテクチャとの相性が非常に良いサービスになっております。はい、続いて可視化アプリです。はい、可視化アプリではですね、アプリケーション側で何かユーザー操作を行って、そのユーザー操作に基づいたデータを作成してですね、そのデータを集計した結果をアプリケーション側で表示する、そういったものを想定をしております。まあ、例えばですね、Uber Eatsで考えてみると、ユーザーが何かを注文してですね、宅配する人がお店に取りに行って、それをユーザーのところまで届けてくれるわけなんですが、ユーザーはですね、宅配してくれる人が今どこにいるかみたいなものが地図上で確認することができますと。まあ、そういったものはですね、宅配している人のアプリから随時 GPS データがサーバー側に送られて、そのイベントが集計された結果、それをユーザーのアプリケーションのところにまた渡ってきて可視化されて非確認できるといった流れになっているかと思われます。まあ、そういった用途で使う場合ですね、イベントをLS側に送ってですね、キネスデータストリームズでキューイングして、それをラムダでデータベースサーバーに保存し、それを API サーバーは集計したデータを取得してきてですね、またアプリケーションに渡すといった流れになります。API サーバーや DB サーバーのところはですね、要件や用途に応じていろいろと変わるかと思いますので、ここでは抽象化して表示しておりますと。はい、続いて分析用途ですね。こちらはですね、アプリケーションはさまざまなものが考えられるかと思うんですが、何かしらのユーザーが操作したイベントをですね、キネスデータファイアホースに渡して、レッドシフトに書き込んでいくと。で、そのレッドシフトのデータをですね、集計データを BI で参照して、それを分析して、みたいな流れになります。はい。キネスデータファイアホースを使うことによってですね、データをまとめてデータベースに書き込むロジックというのを実装する必要がなくて、簡単にイベントデータを収集することができます。ただデータを書き込むだけではなくてですね、複雑なデータを取得する必要がある場合はですね、まあ、このようにキネスデータファイアホースへ生データを置いて、さらにデータアナリティクスに渡して集計して加工したりして、それをデータファイアホースに渡して、レッドシフトに書き込むといった流れも可能です。で、さらに S3 生データから別のジョブ等でレッドシフトに書き込むなり、もしくは一番最初の
キネシスデータファイアホースからですね、レッドシフトに渡すことで生データのデータ登録等も可能です。はい。まあ、こういった形でですね、リアルタイムデータ処理の用語や概念から、AWS におけるリアルタイムデータ処理のサービスやその活用例について見てきましたが、どうでしょうか、皆さん。リアルタイムデータ処理に関する理解は深まったでしょうか。というわけでですね、今回ですね、リアルタイムデータ処理を活用してですね、ユーザー体験の向上、そしてアプリ利用者の増加へとつながるといいなというモチベーションのもとでですね、リアルタイムデータ処理について見ていきました。で、リアルタイムデータ処理というのはですね、ストリーム処理と呼ばれるデータ処理によって実現されますと。で、ストリーム処理にはですね、独特な用語や概念が多く存在するため、少しとっつきにくいところも多々ありますが、まあ、それらについて、一個一個噛み砕いて確認していくことによって、まあ、そういったとっつきにくさというところは解消できるんじゃないでしょうか。そして最後に AWS などで提供されるまあサービス等を活用してですね、ストリーム処理を少しでも楽に活用していきたいですね。というところで、今回のアプリから集まるリアルタイムデータ処理入門はここで終わりになります。ありがとうございました。